こんにちは、松本直之です。今回は青年収納給付金について、これは誰にとって有益なのかという話をしてみたいと思います。おそらく農業やりたいな、新規収納したいなと思われる方、青年収納給付金制度って聞いたことあると思うんですよ。これ2012年からスタートしたそういう制度なんですけども、簡単に言うと補助金制度です。ものすごいたくさん税金を投入して農家、新しく農業を始めたいと思っている人を支えましょうっていう制度なんですけども、これ簡単に説明するとですね、研修、農業研修を受けている段階、その研修中にお金がもらえるっていうのと、農業を始めた後、新規収納した後に数年間お金もらえるのと2つあって、この2つを合わせて青年収納給付金っていう形を取ってるんですね。で、準備型っていう名前で、そのいわゆる研修中にもらえるお金っていうのは2年間最長2年間もらえます。で、1年間で150万円っていうお金もらえます。これ結構大きいです。で、農業を始めてからも最長5年間もらえます。金額は同じです。1年間で150万円、結構大きいんですね。で、もちろん要件があるので、要件満たさないともらえないんですけども、で、経営開始型も収入、農業所得がいくらぐらいだったら、その給付金の金額減らしてとかいうふうに調整をするらしくて、満額もらえる方っていうのはあんまり多くはないと思うんですけども、これ満額もらうと1050万円になるんですよ。かなり大きな金額だと思います。ですので、本当にやる気があって、最初にお金がない、いやでもやりたいんだっていう方にとっては素晴らしい制度だとは思います。でですね、これ私個人的に言うと反対なんですね。これなんでかっていうと、よく考えてみてほしいんですけど、国の税金を使って新しく事業を起こす人に対してお金をあげますよって言ってるんですよ。貸し付けじゃないんですね、給付してるんですよ。これ冷静に考えると生活保護と変わらないんですよ。言い方悪いかもしれないですけど、準備型はいいですよ。研修中ですから無収入ですし、農業を始める、事業を起こすための準備段階としての期間ですから、ここはいいと思うんですけど、こっちですよ。農業を始めてから1年間で150万円マックスで支給しますよっていうの、これって生活保護と変わらないですよね。ですので、生活保護と変わらない制度を利用するっていうのは、これ、新しく起業する人間としてどうなのかなって思うところもあって、私自身は、こっちに関しては反対してます。こっちはいいと思いますけど。で、これ、生活保護って言われようが何しようが、お金もらえるものは欲しいよって思われると思うんですよ。で、別にそれはいいと思うんですよ。私が反対してようが何してようが、制度として有益なものは間違いないんですから、もらいたいものはもらいたいって結構だと思うんですよ。で、もう一つその理由があって、これ精神的な話になってしまうので、人によってはいや なんだよそれっていう話になると思うんですけど、覚悟なんですね。その新しく事業を起こして農業を始めて自分の力で道を切り開いていくんだっていう覚悟で新しく農業をスタートすると思うんですよ。その時にお金が降って湧いてくるわけですよ。毎年150万円入ってくる。で、収入があまりなかった年なんかはここで補填されるから、一定水準のお金が手元にあって生活は十分できますよっていう、その保険みたいなもんですよね。それってその
いわゆる覚悟を潰してしまうんですよ。何かあった時に、不測の事態が起きた時に、例えば天候不順であまり取れなかった時とか、まあその国の政策のミスで農家自身が振り回されたりっていうこともよくありますし、そういった予測できない事態が起きた時、まあ、予測していても対応できない事態が起きた時に、そこで一歩踏みとどまれるかどうかっていうのは、結局のところ最終的には覚悟の問題になってくるんですよ。その人の心の問題になってくるので、そのお金を始めて最初の数年一番苦しい時に これによって乗り切ったっていう人が、その後長く生き残っていけるのかなっていうふうな不安がちょっとあって、そういう意味でその覚悟っていうのはやっぱり必要なんですね。ですので、その覚悟を小さくするっていう意味で給付金制度ちょっとどうかなって思うところもあります。ただまあ精神的な面での話ですので、気にしない方は気にしないと思いますし、くれるものは欲しいっていうのがまあ正直なところだと思います。で、もう一個気になるなって思うのが、そのいわゆる行政との関わりですね。これもまあどうでもいいっちゃどうでもいいのかもしれないですけど、そのいわゆる補助金をいただいて、ここを通してもらうわけですよ。もちろんお金の出どころは税金ですから国民なんですけど、もらうときには行政を必ず通すんですよ。で、大きな金額もらってるっていう、まあ、引け目みたいなものもあって、行政に立てつくっていうことがちょっとしにくくなってくるんですね。何かその農政とか行政に対して文句があるときに苦情を言いづらくなっちゃうんですね。お金たくさんもらってるので、お世話になってるので。だからそういう面で、まあこれもどうでもいいっちゃどうでもいいかもしれないですけど、一人の人間、一人の農家として対等に行政と向き合って意見することが、まあ、しにくくなるっていうことは覚えておいてもらった方がいいと思います。で、まあこういうの全然気にならないよって、くれるもん欲しいし、やっぱりお金大事でしょって思われるんであれば、逆に言うとしっかりもらってください。しっかりもらった上で長く経営を続けてもらった方が、それはまあ政策も望むところですし、まあ、農家が増えるっていうところでいいとは思うんです。ですので、まあもらえるものはもらいたいっていう話であれば、私の話を気にせずにもらえばいいと思います。で、青年収納給付金に関してはまだいくつかお話ししたいことありますので、この他の動画で続けてお話ししたいと思います。ぜひそちらもご覧ください。どうもありがとうございます。